当時のヨーロッパ中央部は、ウーニエチセ文化西部軍は、ウーニエチセ文化東部軍。後西部軍は、墳墓文化へ、東部軍は、都市地熱文化へと発展。さらに後になると両者は、コツツボボチ文化へと発展。ウーニエチセ文化は、紀元前2300年から紀元前1600年にかけての中央ヨーロッパの、青銅器時代の高古文化。 名称は、プラハの北東郊外にこの文化の遺跡がある、ウーニエチセ地区から取られた。中核部は、チェコ、ドイツ中部と南部、ポーランド西部と中部に広がっている。ウーニエチセ文化は、先行する縄目分土器文化にとって変わって広がった。その後西部と東部では異なる発展段階をたどる、ことになる、この文化は、パウル・ライネックの年代区分では、青銅器時代 A1 と、 A2 に相当する。これらの区分年代は主に人間集団墓地、及び、レウビンゲン墓地とヘルムスドルフ墓地での調査による。マリア・ギンブタスによると、この文化の墓地遺跡には、バルト海産の琥珀が高い割合で埋められているという。ウーニエチセ文化の遺跡は、チェニエク・リューズネルによって1870年代に発掘され始めた。1918年には、ケイ・シュマヒエルによって、 ドイツのアドレルベルク軍とシュトラウビンク軍が明らかになった。ネブラディスクこの文化には特徴的な様々な金属製品がある。例えば鋳物のトルク、タイラオの平たい三角ダガー、両端が螺線状のブレスレット、板状の頭部を持つ針類、ロックリングなどがあり、これらの製品は中央ヨーロッパの広い範囲、およびその外へと流通していた。 大量に溜め込まれたインゴットが発掘されており、時には600個ものインゴットが一度に見つかることがある。たくさんの斧を貯蔵していることも多く、ザクセンアンハルト州のディースカウでは293本ものフランジ斧が蓄えられていた。おそらく、これらの斧は道具としての他にインゴットとしても用いられていたと考えられる。インゴットを蓄える監修は、大体期限前2000年より、 後の時代になると廃れていき、骨つ墓ぼぼち文化の時代に再び行われるようになる。これらは、旅回りの聖堂を胃物したち、あるいは襲撃を恐れて、自らの富を隠していた富裕層が貯蔵していたもので、あると理解されている。現代でも、武器というものは、敵の目につかない地下などに収納しておくものであり、また当時は、斧というのは主要な武器であったのであるから、自然なことと思われる。 ソーシン具を貯めておく習慣は、アドレルベルク軍において顕著。考古学上の証拠品から、ウーニエチセ文化の金属工業は活発で、創造的であったものの、どれも、支配層のステータスシンボルとしての武器や装飾品に、関わるものばかりであり、広大になってよく見つかるようになる過程や大がかりな、軍事の場面で使う品々は、あまりない。ドイツのホフハイムとタウヌスの間にある、 アドレルベルク集団墓地では、矢でいられて死亡した男性の腕から、石性の矢尻が見つかっている。有名なネブラディスクは、ウーニエチ製文化のものとされる。この文化に、特徴的な銅製のダガーが、この円盤とともに、複数発見されたことによる。主に平らな墓所への土葬で、遺体は、腕と足を折り曲げ、横向きに寝ており、体の向きは南、北かあるいは、北東。 男性の方向になっている。男女が埋葬されている場合は、男性は左側、女性は右側に埋葬されている。中空に掘られた木の幹が、棺として使用されている地域がある。石の毛案が見つかることがあり、この習慣は、プラハ郊外のウーネチセを中心とした一帯で顕著。男性はしばしば同性の三角だが、フリント製の矢尻、石製のリストガード、 素焼きの土器の酒きと共に葬られている。女性のための服装品としては、骨製あるいは銅製の針類、骨製の腕は両端が螺線状のブレスレット及び指輪がある。ドイツでのこの文化での最大の集団墓地は人間にあり96もの墓所が見つかっている。ネッカー軍のレムセックアルディンゲン集団墓地には34の墓所がある。 ポーランドのウェンキマウェやドイツのレウビンゲン及びヘルムスドルフで見つかった14カ所のクルガン墳墓は紀元前2000年から紀元前1800年にかけて作られたものであるがこれらは君主たちのものと思われすでにそこには階層化した社会構造が存在したことを示唆している。レウビンゲン墳墓のクルガンは現在でも8.5メートルもの高さがある。内部には テントのような形をした木造の部屋が建てられており、二つの墓所と金製の副葬品があった。ウーニエチセ文化の交易相手の文化の中には、ストーンヘンジで有名なイギリスの戦士時代社会も含まれていた。ウーニエチセ文化の鍛冶屋たちは純粋な銅を使っていた。ヒソンチモン、ス鈴の銅合金によって、聖銅を作るのはこれよりも後の時代からである。例外もあり、 例えば先に挙げた人間の集団墓地では、鈴を9%混ぜた同合金のダガーが何本か見つかっている。このダガーはおそらく、ブルターニ半島で作られたものとみられる。なお、ブルターニ半島でもその地方の富裕層の墓が数箇所、見つかっている。アイルランド産の鈴は広く取引されていた。ドイツヘッセン州の仏爆ハでは、リューニャラと呼ばれる三日月型ネックレスが見つかっているが、 これは、金星で、アイルランド風の衣装となっている。琥珀も取引されていた。世界的な大産地である、バルト海南岸産の琥珀のほか、よその小規模な産地で取られた琥珀も取引されていた、ようである。このように、周辺各地との人的交流は盛んで、最近では、スウェーデンのスコーネ地方から来たと思われる男性の遺骨が、ポーランドのブロツワフ市で見つかっている。 このスウェーデン人男性は滞在していたこの土地で地元のポーランド人女性2人に同時に手を出したことが村人たちに発覚して捕らえられ女性たちと共に処刑されたものと推定されるいわゆる高床式住居が見られることがあるフェーデル税このジードルングフォルシュネル遺跡が一例で柱に用いられた丸太を年輪年代測定で 調べると、紀元前1767年から紀元前1759年の時代であった。家々はそれぞれ長さ8メートル、幅4メートル程度の長方形であった。バイエルン州のエヒンク、ポインク、シュトラウビンク、エーベラウなどといったドイツ南部地方では、2つの廊下を持つ長さ50メートル、幅5メートルの長屋が使われている。墓所では、 川原家の杯が見つかる。特にこの傾向は、アドレルベルク軍で顕著で、ウーニエチセ文化の特徴の一つであると見られる。これらの杯には、西方の金城ビーカー文化の影響が見られる。V 字型の線香を持つ骨製のボタン、石製のリストガードや矢尻も金城ビーカー文化との関わりを示している。ウーニエチセ文化の伝統は、この地方における複数の地方文化が連携して、 形成されていると考えられている。ウーニエチセ文化は複合文化で、ドイツにはアドレルベルク軍、シュトラウビンク軍、ジンゲン軍、ネッカー・ライス軍、ライン川上流軍、オーストリアにはウンター・ベールブリンク軍、ハンガリーにはハトバン軍とナジレーフ軍、スロバキアのニトラ軍とコスチーアニ軍があり、そしてポーランドには後に都市チニエツ文化として広く発展することになる。 都市チニエツ軍とドブレ軍が形成されている。ウーニエチセ文化に隣接するドイツ北部、オランダ、ポーランド北部では、この当時まだ後期新石器時代に中央ヨーロッパ北部でよく作られていた大型ビーカーを作る伝統が支配的であった。北欧のスカンディナビア地方でも中央ヨーロッパでずっと昔に捨てれた典型的な縄目モンドキを作る伝統がまだ続いていた。 ドイツでのウーニエチセ文化のそれぞれの文化群は互いにある程度の距離をとって存在していたが発掘物からこれらは互いに連絡があったことが分かっておりフランス南部のローヌ文化の初期群が東方へ進出するとその影響を受けて西から少しずつ変化しておりこういったドイツ南部地域のウーニエチセ文化の地方文化群はオーストリアにおけるウーニエチセ文化のウンターベールブリンク群と 告示している。単一の文化圏ではないが、この時代は西ヨーロッパから南ヨーロッパ西部にかけてケルトモハの社会の発展の最初期の段階と推測される金城ビーカーの水平分布時代が起こっていた。ありがとうございます。